20日にマカオ市街で開催される最終戦マカオまで争われた選手権はスーパー2 0 0およびディーゼル2 0 0の車両で争われるシリーズは鈴鹿と上海という新しいサーキットでの開催新人ドライバーはサンレッドエンジニアリングのペペオリオラポールスターレーシングのロバートダールグレンを迎えて始められたシリーズのサポートレースは FIA フォーミュラ2 0試験に代わってオート GP となった。また新たに創設されたヨーロピアンプロダクションシリーズもサポートレースとしてゾルダー、モンツァ、ブルノ、ドニントン、オッシャースレーベン、バレンシアの6戦で閉催された。シボレーの3代レースオブジャパン。トムコロネルの BMW320TC。 ガブリエル・タルキーニのセアトレオン 2.0TD チームとドライバーの暫定リストは2月23日に発表された。公式エントリーリストは3月4日に発表された。2011年の暫定カレンダーは2010年9月8日に FIA ワールドモータースポーツカウンシルによって承認された。2010年11月3日に修正カレンダーが 発表され、2010年12月7日に再修正、2011年3月8日に再々修正が行われた。ドライバーズランキングドライバーズチャンピオンシップは各、レースの上位10名に順に25から18から15から12から、10から8から6から4から2から1ポイントが与えられた。マニファクチャラーズランキングマニファクチャラーズチャンピオンシップは、 各レースの上位10名に順に25から18から15から12から10から8から6から4から2から1ポイントが与えられた。しかしながら各メーカーの上位2台のみがポイントに数えられた。同メーカーのその他の車両はランキングから除外された。横浜ドライバーズトロフィー横浜チームズトロフィー J10 トロフィーありがとうございます。